皆さんごきげんよう、大和優雅です。1月11日は鏡開きです。お正月にお供えしていた鏡餅には年神様が宿っています。その鏡餅を開くことで年神様をお送りし、鏡餅をいただくことでその力を授けてもらい、一年の一家の無病息災を願います。私は正常散歩の懐中汁粉に鏡開きのお餅を入れていただきます。こちらです。それでは行ってみます。この懐中汁粉、さあこの紐を取ります。いいよ。そしてこれをお椀に入れて、わあ、お湯を注ぎます。お湯を注ぎます。開いた。さあ中から、わー、綺麗なピンク色の千鳥が出てきました。さあこの中にお餅を入れます。鏡開きで開いたお餅です。鏡開きで開いたお餅は残さず全部いただきます。さあ出来上がり。それでは早速いただきます。私の大好きなルパンの器に入れていただきます。甘い。さあ、お餅。うん。うん。おいしいです。これで一年間、病気しないで過ごせますね。温まります。宝塚時代は元旦の、1日にですね、
宝塚大劇場のロビーでいつも鏡開きをしていました。酒樽の鏡開きです。酒樽のね、蓋を開いて、そしてお祝いをしていましたね。私も大劇場公演のお正月公演の時にはトップの時に鏡開きをしましたよ。ということで、1月11日は鏡開きです。大和優雅でした。